乾物系を使った魚介醤油が印象強い中華そばであったり、煮干しつけ麺、他には限定麺ですね、などが魅力的なお店です。で、本日は、味噌ラーメンが目的で来ました。で、今日は祝日でありますので、なんと投資営業であります。これが非常にありがたいですね。はい、先ほども言いましたように、メニューは中華そば、煮干しつけ麺、味噌ラーメン、汁なしでございます。この他に、都度更新される限定メニューが、あるようであります。で、それで、味噌ラーメンの特徴は具材を中華鍋で煽り香ばしさをつけ、そこに煮干し、かつお、サワで取ったスープを合わせ、インパクトのある味噌ラーメンに仕上げましたとのことです。はい、それでは味噌ラーメンであります。具は中央に小口切りの青ネギ、結構多めのメンマ、そしてもやしが散りばめられており、チャーシューはサイコロカット状にされ、スープの中に潜んでおります。おそらく提供前に中華鍋で、スープとこの味噌とだれ野菜などを煽っていると思うのですが、非常に香ばしい香りが立ち上ってまいります。で、ちなみに、麺は、自家製の中太の縮れ麺です。スープにですね、浮き泡が立っておりますね。で、動物系不使用なんですかね、煮干しとカツオとサバのスープ、これがベースのようであります。それで、いただきますと、まず単純に、めちゃくちゃ香ばしく、濃い味噌スープであります。煮干し、カツオ、サバのスープに、味噌だれを合わせていると思うのですが、この先ほど言った魚介スープに味噌だれがめちゃくちゃ覆いかぶさっており、その、濃い、味噌スープ味噌だれの合間から、先ほどの乾物系の魚介のうまみがぷわっと広がってくるような感覚です。それでこの中太の縮れ麺がすするごとにスープをめちゃくちゃ運んで、くれますね。細麺じゃこのパワーのある、味噌スープに負けてしまいますし、この中太の縮れ麺で、ぴったりジャストフィットでありますね。麺とスープの組み合わせバッチリであります。スープを運びまくる、中太の縮れ麺、持ち上げがいいとか、麺とスープに一体感があるとか、いう感じではなく、運びまくりなクリスティの感じの麺であります。2年半前の麺と同じであればパスタやマカロニに使用されるデュラム小麦配合の麺でありますね。手もみが加えられたかのようなスクリュー感、不規則不揃い感が縮れにあり、若干突っかかる感じが独特の口運びを創出し、舌触りはプルリとしておりですね、やはり弾力感がありますので、プリプリシコシコとしており弾力感もありますので、おそらくデュラム小麦を使用されて、していると思います。で、弾力感の背景にはやはり熟成させていて、小麦がぎゅっとぎゅっと凝縮している感じ、ここからも来ると思うんですけれども、もう取り方のプリプリシコシコとした、加水率 35% ぐらいの中華水の麺、中太の縮れ麺であります。香ばしく、濃い、味噌スープの中にも、魚介の乾物系の繊細な感じがふわっと広がってくる感じが独特の感じを生んでる味噌スープ味噌ラーメンでありますね。で、メンマはコリコリシャクシャクしております。で、中盤あたりから気づいたのですが、やはりこのもやしが非常に箸休めを演出しております。個人的な意見ですが、もやしがもっと多い方が、箸休めを挟み、この麺とスープをもっと楽しめるのではないかというふうにも思います。
で、このサイコロカットされた豚肩ロースでしょうか、豚チャーシューも、味噌ラーメンらしいサイコロカットで、一杯を引き立てております。これで大ぶりのチャーシューではないこのサイコロカットっていうのは、まあ、味噌ラーメンらしいですね。これも非常にいいベストフィットした具だと思います。野菜と味噌タレと煮干し、サバ、カツオなどのスープを中華鍋で煽った香ばしい味噌スープ。この香ばしく濃い味噌スープなんですけれども、その合間から繊細なこの乾物系の旨味もふわっとこう広がってくる、繊細さも兼ね備えている濃いながらもこういったスープ、それを口に運んでくれまくりまクリスティの中太のプリプリシコシコの縮れ麺、この麺とスープの組み合わせはバッチリでありで、具もいっぱいを引き立てております。個人的にはもやしがもうちょっと多い方が、箸休めを間に挟んでですね、麺とスープのこのすすり心地がもっと豊かになるのかなというふうにも思いましたが、十分に、美味しい、濃い、香ばしい、味噌ラーメンでありました。魚介系味噌ラーメンということでしょうね。あとやはりライスが絶対合いますね。ライスを追加するのがおすすめであります。香ばしく濃い、味噌ラーメン、非常に美味しくいただきました。ご視聴いただき、誠にありがとうございます。これからも、ジャンル問わず、美味しいラーメンを、お届けできればと思いますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。ご視聴誠にありがとうございました。